さんこんにちは。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミューです。いや、年末ですね。毎日ラジオを収録して投稿しようと思っているので、それを新年の目標にしようかなと思ってるんですけれども、なかなかですね、冬休み、まあ YouTube 見ながらですね、横でバブーとか言ってる、ね、子供がいるんですよ、息子が朝早く起きて収録しようかなと思って、今日も早く起きたんですけれども、早く起きたらね、おはようって言うんですよね。なんで私が起きると起きるかな。昨日起きたのは10時半ってね、その前起きたの11時とか、それぐらいにね、いつも起きてくるような人が、なんで今日に限って6時半に起きるかなっていう、まあそういうのがあるあるですよね。はい、今回はですね、テーマをいただきまして、心が安定しやすい精油ということについてお話ししようかなと思います。まあこういう時ですよね、心がこうイラッとしたりざわついたりとかして、こうなかなか安定してくれない、そんな時にですね、選びたい精油なんですけれども、まあもう何回言うねんって思われるかもしれないんですけど、やっぱり黒文字の香りっていうのはすごく落ち着きますね。で、例えばなんですけれども、すごく気が苛立っていて、まあ、言うことを聞いてくれないちっちゃなお子様であっても、こうクンクンってするとちょっとなんか落ち着いてくるなっていうような、そんな香りです。で、言葉で表してどんな香りかっていうとちょっと難しいんですけれども、あのクスノキ科の植物なんですが、すごく木のような香りでもなく、どちらかというとお茶っ葉のような、まあ、ちょっと落ち着く香りで、甘みが少しあるっていうような香りですね。で、香りの芳香成分を分析するとよく似た結果になるのが、ローズウッドの香りと言われています。ちなみにローズウッドの香りは、まあ、シャネルの5番に昔使われていたような香りなんですけれども、まあ、貴重な植物でですね、人気がありすぎてアマゾンの方で乱獲されて、今や絶滅危惧種ですね、レッドリストにも載ってしまっていると言われている植物です。で、このローズウッドがもう天然の香料っていうのは使えなくなってきているんですよね。特に幹か木部からのものはなかなか取れないということで、まあ、その代わりになるような黒文字が、まあ、アマゾンから考えたら地球の反対側にね生えてて、でしかも、近年アロマセラピーが日本に伝わってきた後で、だんだん国産の精油も注目されるようになってきた中で、ああ黒文字っていい香りだよねっていう風に、またこう再熱してきているのが面白いですね。ちなみに黒文字はすっごく昔からですね、日本の歴史の中では使われてきた身近な植物です。今の季節だと、例えば雪国だと寒じきに昔使われていたですよね。足に取り付けるやつですね。で、あとは、持ち花、わかりますかね。持ち花、お正月飾りの中に紅白のね、お餅を木の枝にこう刺して、で、こうちょっとしだれ刺したような、持ち花に使われている細い枝は黒文字の枝だったりするわけですよね。まあ、そんな歴史を知らず、で、改めてその和精油を勉強し始めた時に、黒文字っていうのを知って、黒文字って何っていうふうに思ったんですよね。で、そこから調べていくと、意外と生活の身近なところにあったんだなっていう。まあ和菓子のね、使われている楊枝なんて最たるものですよね。あ、そっか、あのことを、確かにあれを黒文字って呼んでたなみたいなそういったところで気づきます。あとはですね、例えばこうささくれ立っている心をこう穏やかにするような香りとしては、甘くて重い香りにはなるんですけれども、薬杉の香りがそれに当たるのかなと思います。西洋精油、まあ、海外の精油で言ったらサンダルウッドとかですね、ああいう重くてしっとりとしている香りベースノートに当たるんですけれども、まあ杉っていうのは面白いですよね。学名で考えると1種類しかないんですけど、で、東北の方に生えている杉なんていうのは、まあ、秋田杉とか、ああいったものはですね、スッとしたような香りがしますが、屋久杉ですね、南の方にある屋久杉はもう樹齢がですね、かなり長いので、樹脂成分みたいなのが多い
わけですよね。だから組成そのものがちょっと違ってきているのかなっていうのは思うんですけれども、香りはとても甘い、甘くて、シダウッドアトラスみたいな、あんな香りがします。単体で使われると香りの立ち上がりっていうのは遅くて、なかなか香りがしないなーっていう風に感じられるかもしれないんですけれども、少し経ってですね、香りが立ち上がってきて、呼吸器から感じられるようになってくると、すごくですね落ち着く感じがします。実際にですね、心拍数をちょっとこう下げてくれるような作用がありますので、唯一ね、自律神経をコントロールできるのは呼吸だったりとかします。心拍は自律神経で動いてますので、自律神経が副交感神経優位にならないと心拍数っていうのは落ちてこないわけですよね。ずっと緊張していたり焦っていたりイラッとしていたり、そういった感情の時はですね、交感神経優位になっているので、常にアクセルを踏んでいるような状態、これをブレーキを踏んで抑えて抑えてってしてくれるのが薬薬の精油というふうに考えていただければいいかなと思います。で、あとそうですね、和精油の中でも柑橘類の精油の中だと、前回ねおしゃべりした時に、レモンの精油はどちらかというと元気が出る、前向きになるっていうような香りで、柚子の香りは落ち着くとか安心するっていうような風にね感じられるっていうのをお話ししたんですけれども、柚子の精油もかなりホッとするような香りで心が落ち着いてきます。で、これとあと私はそうですね、柑橘類の中だとイヨカンの甘みですね、この甘酸っぱさがあったかい気持ちにさせてくれるなっていう風に感じますね。こういったものをうまく取り入れながら、単体でご使用していただいてもいいですし、ブレンドして使っていただいてもいいですし、で、和精油だけでなくて、この香りと、海外の精油も合わせてですね、ブレンドしていただくと、とてもですね、奥行きがあって、広がりのあるブレンドができてきますので、どんどんチャレンジしていただければなと思います。お部屋で香りを楽しんでいただくんだったら、ディフューザーを使っていただいてもいいですし、あとはそうですね、ティッシュなどに垂らしていただいて、テーブルの上に置いておくだけでもだいぶ違います。で、あとは、少し手間はかかりますけれども、一旦作ってしまえば楽なのがアロマスプレーですね。スプレーボトルを用意していただいて、で、そこにアルコールを 70% ぐらい入れていただきます。で、そこに、精油を、マックス、そうですね、お部屋の広さとか濃度にもよるんですけれども、10滴ぐらい、あとは20滴ぐらいまでかなと思います。選んでブレンドして入れていただきます。で、これは、先にですね、少量ずつ混ぜてみてください。いきなりドボドボドボっと、ね、レモン10滴いくとかそういうのではなくてですね、例えば、薬杉、黒文字、イヨカンを混ぜようと思ったら、まずベースになる薬杉を1滴入れて、で、黒文字を1滴入れて、で、トップのイヨカンを1滴入れてみて、で、もうちょっと、ミドルとトップ欲しいなっていう風に感じたら、黒文字とイヨカン加えてっていう、で、もうちょっとさっぱりさせたいなって言ったら、イヨカンをもうちょっと加えるみたいな感じで、微妙にですね、調節をしながら完成させていった方がいいかなと思います。で、もちろんその時にちょっとメモを取っていただいて、で、何を何滴入れたのかなって、でこの時の、ブレンド比率ですね、を記録していきます。あとは、それがいい香りだって感じた時の体調ですとか、その時の自分の状況を軽くメモしておくと、すごく後々役に立つかもしれませんね。香りはやっぱり体調によってこれがいいなと思っていても、明日はちょっとなんかいまいちって思ったりとかするのが多いんですよね。これ本当に本能に関わっているんだなと感じる瞬間なんですけれども、なので、シーン別、状況別にいくつか自分なりのブレンドっていうのをお家で用意していただくととっても役に立ちます。はい、こんな感じですね、お話をしている精油なんですけれども、精油の香りをですね電波でお届けできないのが残念です。今回ですね、そういった
まあ、長年の夢といいますか、皆様にその実際に香りを嗅いでいただきたいなというのはずっと考えてたんですけれども、体調不良でなかなか実現できなかったんですね。でもだんだん元気出てきたので来年の1月なんですけれども、2024年の1月20日と21日ですね、これ土曜日日曜日になるんですけれども、大阪の心斎橋の心斎橋駅から徒歩6分ぐらいのところ、心斎橋のあのカーゴ心斎橋というね、プレミアム、カプセルホテルっていうジャンル、新しいジャンルですけれども、なんかね本当におしゃれなホテルなんですよ。カプセルホテルなんだけど、あのイメージしてるもうなんか棺桶みたいなところに入れられるようなカプセルホテルじゃなくって、なんかあのちょっと快適な、ドラえもんの押し入れより快適だぞみたいなすごく綺麗な部屋で、あのなんだろうな、全体的にちょっとサイト見ていただいてわかると思うんですよ。そのおしゃれなカプセルホテルの1階がもともとカフェだったんですけれども、そのカフェのスペースが空いているということで、1階を全面ですね借りて、ポップアップショップを、やってみようと思います。でそこにはまあいろんなブランドのですね、和製油を持って行って、で各ブース本棚があるんですけれども、そこに、各ブースに各ブランドさんを陳列して、で実際に手に取って香りを確かめていただいて、お買い物を楽しんでいただけるというような催しとなっております。で1月20日にはですね、奈良のよもぎを蒸留しているふつやさんが、ちょっと季節がね外れてしまっているのでよもぎではないんですが、レモンをですねたくさん持ってきていただいて、で水蒸気蒸留の実演をですねしていただけるということです。だから多分ですね、あのまあその1月20日に立ち寄っていただいたら、レモンの香りがすごいしてると思います実際にコポコポとこう水蒸気で蒸留している様子っていうのは、なんか見ているだけでも癒されますので、ぜひね見に来ていただきたいなと思います。であとは、和製油のある暮らしで販売しているお茶類ですね、ちょっと試飲もねお出しできるかなと思いますので、気になってたあのお茶が飲めるかもしれません。ぜひですねお近くにお越しの際はお立ち寄りください。以上、今回は心を穏やかにする精油のお話でした。